おはようございます。ミスターマイアミさん。今日はですね、ミスターマイアミさんに私からリクエストさせていただきますね。この Facebook ライブを通じて。え、それはですね、ミスターマイアミさんの動画ですとかお話っていうのはね、まあすごく、うー、まあ医師の通ったものだと思いますけども、パッと一目見てね、お、この人、マイアミにいるんだみたいなのがね、わかるようなものがあるといいんですけどもね、まあだから屋内で動画を撮っていただくよりも、 多分こういういロケーションがいいんじゃないかなと思うんですよね、私の場合、バックグラウンドがどうですかね明らかに日本ですよね、<laughs> まあ日本語喋ってるんで日本だということは分かりますけども、もこのバックグラウンドがねこの和装になってるわけですよ、和室でやってますから、でもたまに2階とかね別の部屋でトレーニングルームとかであの体力系の話をするときとか、それから健康の話をするときに私、ね、できるだけねジムでホームジムで放送するようにしてるんですよ、うん、バックグラウンド。それから 講義めいたことをするときにはあの、私のね、図書館で、自宅にある図書館でやってるんですよ。バックにあの、なんですかね、本がいっぱい並んでるようなところとかね。一応そういう風にして使い分けてはいるんですけども、ミスターマユミさんの、えー、そうですね、コストコの、コスコか、コスコとかの動画は良かったですね。それからあの、レジャーランド行ってみるとかね、ああいうのはなかなか良かったなと思いますし、迫力のあるあの台風ですね。 ハリケーンとか、ああいうの、迫力があるって言っちゃ、ちょっと不謹慎かもしれませんけども、ああいったものっていうのはね、そ臨場感があって、あ虫さん、マイアミさんだな、マイアミにいるんだな、みたいな感じがしましたけどね、ちょっとこう、これからの動画の中で、うん、一目でマイアミっていうものがね、わかる、アメリカっていうのがわかるようなものがあると、見たいなと思いますね、えー。それでは本日は以上です。失礼します。